A Painting of Captain, Kid with A Red Sash Around His Best Sash は主に儀礼的な場面で体に着用するリボンや紐の一種。大きく、通常は色鮮やかで、肩から反対の全部へたすきがけで体幹に、あるいはベルト状に腰回りに着用される。腰に巻くサッシュは日常で着用されることもある。儀礼的なサッシュは、 両肩から腹部へと着用する V 字状の様式が定まっている。プリンス・ルイス、デューク・オブ・ナモアーズ・ウェアリング、エーレット・サッシュ・トゥゲザー・ウィズ・ヒズ・セレモニアル、ミリタリー・ユニフォーム、デート 1840S ラテン・アメリカとアフリカには、大統領樹と呼ばれる特別なサッシュで、大統領権を示す国々もある。フランスとイタリアでは、国旗を模したトリコロールのサッシュが、 議員のような国家の公職者、地方の公的な地位にあるものによって、公的な儀式の場で右肩にかける形で着用される。16世紀以降、サッシュは公的な軍装の一部を形成している。ヨーロッパの王室の多くでは、サッシュを王室のレガリアとして着用している。レジオンドヌール勲章のようないくつかの勲章は、サッシュを最も古いグレードの気象の一部として、 抗願している。同様に、イタリアの武漢は、儀礼的な場面で、明るい青色のサッシュを右肩にかけて着用する。フランス外人部隊兵のパレード霊を団体の元に巻いた青いサッシュは、かつてもいられていた青い毛布を受け継いだもの。サッシュは、フランス陸軍のいくつかの連隊において、軍事パレードのための服装において、独特の特徴を持ったものになっている。 腰回りに着用される暗い青色、あるいは赤色のものが、外国人部隊、スパフィーのシャズール・ダフリークとティレルーズのような、軍団によって使用される。これらは、フランス植民地統治下の北アフリカで独自に、発展してきたものである。フランス領アルジェリアあるいはズワーブの伝統においては、サッシュは、長さは4メートル、幅は40センチメートルである。歴史的に、 フランスアフリカ軍をいて腰に巻くサッシュは青のものはヨーロッパ本土のものに赤は現地のものに使用されてきた。エラボラトリーオンブロイダードサッシュフロム1635から1642南北戦争の時にアンコウ色の絹のサッシュは士官を表すものでありウールの赤のサッシュは常設のアメリカ陸軍の可士官を表すものであった。 アメリカ合衆国の将軍は1917年までバフシルクのサッシュを着用していた。アメリカ連合国陸軍では、サッシュの色が着用者の地位や軍団を表していた。例えば、金は、騎兵、バーガンディは不評、黒はチャプレン、赤は軍装、緑あるいは青は、衛星兵、灰色あるいはクリーム色は、将軍といった具合である。 ザ・ウエスト・ポイント・バンド・ドラム・メジャーを除いて、今日ウエスト・ポイントの士官候補生だけが、アメリカ合衆国陸軍において、剣とサッシュを廃用する唯一の例となっており、唯一伝統を守っている。近代のイギリス陸軍は、軍装と、不評連隊より、上の者は右肩にタスキ掛けにするヒーローのサッシュの着用を維持している。同じアンコウ色の絹のネットの腰に巻くサッシュは、 黄色の軍装をまとったフットガーズとクラーオの第一種軍装をまとった戦列風評によって着用される。イギリス連邦の陸軍もそれに習っている。現在のインドとパキスタンの両国は広く腰回りのサッシュを儀礼的な服装として使用している。その色も連帯ない紙陛下着用されるターバンの色に合わせて多様になっている。二色。 それ以上の色が縦縞に、サッシュに組み込まれたものが典型である。一方の橋を緩くするか、装飾的なふさ飾りがついている。特徴的な連帯のサッシュの着用の実践は19世紀、終わりまで遡れる。蒸気のものに加えて、他の近代陸軍が腰回りのサッシュを、士官の儀礼的な制服として維持している。これらには、ノルウェー、スウェーデン、ギリシャ、 オランダ、ポルトガル、スペイン、スペインの W、レギュレアーズは、歴史的な腰回りのサッシュを、すべての階級において維持し、その色は舞台によって多様化している。1914年まで、腰回りの独自の国の色のサッシュは、平時の階級を示すものとして、ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国と、ロシア帝国の陸軍で着用されていた。 日本の士官は1940年まで清掃において使用していた。サッシュに似たクロスベルトはオランダのドラムメジャーズとイギリスとイギリス連邦の陸軍で使用されていた。これらの形態は戦闘の栄誉の名を追うことを巻き込んでいた。ウィナーオブ・エイビューティーページェントウェアリングツーサッシュズ・プレジデント・オブ・リパブリック・オブ・スリナメ・ウェアリング・エイ・セレモニアル・ブイ・スタイル・サッシュ。 アメリカ合衆国では、サッシュはより多くの儀式的な用途に使用される。一方で、実用的な用途は減少してきた。ハイスクールの卒業式における、ホームカミングパレードで使用されたり、ミスコンテストで高成績の出場者に使用されたりする。カナダにおける手織りのサッシュは、18世紀の色恋族の、使用していたベルトに由来する。このサッシュは、 多用途に使える便利な道具として、毛皮取引の場で利用され、取引先である北西部にも広まった。この時期に折り方はタイトになり、かつ4メートルを超える例もあるほどに大きくなり、よく着色された折り糸が用いられた。今日では、1837年の W、ローアー、カナダリベリオンパトリアットと、メティの人々の象徴となっている。アイルランド、特に北。 アイルランドでは、サッシュは、オレンジ勲章の象徴である。オレンジ勲章のサッシュは、元来は、イギリス軍によって着用されていたタスキ掛けの儀礼的なものであった。20世紀には、サッシュは、V 字の小さな首巻きにとって変わられたが、これらも一般に、サッシュと呼ばれ続けることとなった。このアイテムは w、w t h e s a s h ファ m y f a t h e r r という歌で知られている。 サッシュはガールスカウト、ボーイスカウトとミスコンテストの参加者によって着用されている。サッシュのバッジはスカウトの業績を示している。サッシュは多くの国で外交官の制服に使用されている。日本におけるサッシュに相当するものは帯であり着物や浴衣に使用される。多くの近代の中国のマーシャルアーツの流派では日本で見られる帯による。 第二制度を模倣し、様々な色のサッシュが使用されている。サッシュは、王十字勲章あるいは騎士団勲章の、あるいは、メリット勲章の指標である。サッシュは通常、右肩から左伝部へとタスキがけに着用される。伝統的な法令によって、反対に左肩に着用するものもある。プリンス・ウィリアム、デューク・オブ・ケンブリッジ・ウェアリング・ガーター・リボンド・アンド・スター。 1720S ガータアサッシュ、ヨーロッパ、アジア、マレーシア。ありがとうございます。